ごきげんよう。平安時代中期の才女こと紫式部なのだ。本名は別なんだけど、宮廷に仕える時は女房名を使うのが一般的だから、みんなも僕のことは遠野式部とか紫式部って呼んでほしいのだ。彼女が書いた名作源氏物語は世界最古の長編小説と呼ばれ、千年経った現在世界中で読まれている。まさかミッチ向けに書いた小説がこんなに大ブレイクするとは予想外なのだ。卓越した才能を持つ内気な紫式部がどんな女性だったのかを覗き見てみよう。紫式部に関する情報はとても少ない。正式な生年月日は不明で、おおよそ970年から978年の間に生まれたのではないかとされている。一応京都貴族の家系に生まれたんだけど、そんなに裕福な感じでもないのだ。ひいおじいちゃんは藤原の金助。藤原の金刀が作った平安時代の若36名人種36人選の一人なのだ。おい紫式部、新しい書物を持ってきたから好きに読んでいいぞ。ありがとうなのだ。今のは父上藤原のためとき。下級貴族でパッとしない見た目だけど学才あふれる人なのだ。漢学や和歌の才能を認められて第65代火山天皇の教育係を任されたのだぞ。パッとしない見た目って言うんじゃないよ。仕事にあぶれて困った父上はこんな漢詩を朝廷に献上してるのだ。意味はこんな感じ。現代風に言えばめちゃ勉強頑張って就活してるのに仕事にあぶれてピエン、不採用通知を受け取って青空が目にしみるのといった感じだろう。朝廷に献上した漢詩を読んだ一条天皇が偉く感動して、父上はめでたくお仕事ゲット。母親は亡くなってるので我が家はシングルファザー家庭なのだ。おい信則、勉強の時間だぞ。はい聞き入れ。彼は藤原の信則、僕の兄上なのだ。信則、この漢文の意味を解いてみよう。わかりませぬ。はい父上、うんぬんかんぬんという意味なのだ。大紫式部は飲み込みも早いし、いろいろな書物を読んでいるから賢いな。紫式部の屋敷にはたくさんの歌集や書物があり、幼い頃から様々な分野のものを読んだという。さらに父の影響もあったことから、文学に目覚め才能を養っていく。父上、この書物も読んでいい？そんな難しいものも読めるのかすごいな。こっちの歌集は読み終わったわ。あの漢文集も読みたいから忙しいわ。紫式部はほんの虫で勤勉だ。才能もセンスもある。この子が男の子であればどれだけ良かったことか。平安時代、女性が漢文を学ぶのは推奨されておらず、むしろ賢い女性は批判される風潮のため、藤原のため時は娘の行く先を憂いていたという話もある。僕は内気で引っ込み思案な性格だから、このままひっそりと生きていくのだ。情勢が不安定な時代、藤原のため時も下級貴族であったために安定した仕事があるわけでもなかった。オフ、火山天皇が退位してしまって、またもや職に敗れてしまったぞ。職がなければ娘の結婚相手を見つけることもままならぬ。再就職先に奔走した藤原のため時は、なんとか越前の国で地方行政の責任者に空きがあることを知り、再び仕事に就くことができた。この時、紫式部は20代半ばであったとされる。すまんな、紫式部。京都から越前の国まで引っ越すことになってしまって。父上、構わないのだ。引っ越しの道中で和歌も読んだぞ。シリヌラム、往来にならす、塩津山、世に減る道は、からきものぞと。越前とは現在の福井県。道中の険しい峠を越えていく人々の難儀さに辛く苦しいことがあるのも、世の中というものだ。という人生を重ねた歌となっている。京都にいたままではこのような景色を見ることはできなかったのだ。これはこれで感性が刺激されて、創作意欲もくすぐられるのだ。父と共に2年間、越前の国で暮らした紫式部。998年頃、そんな紫式部に結婚の話が持ち上がる。おい紫式部、おめでたい話だ。めとってくださる方が現れたぞ。ええ、こんな生き遅れ文字を嫁にしたいだなんて、どんな奇特な人なのだ。京都府南東部で地方長官をやってる山城の神藤原の信孝、わしの同僚じゃ。うぬぬ、親子ほどの年の差があるのだ。まあ僕も盛大に婚期を逃してるし。求婚されるだけありがたいっちゃありがたいのだ。こうして紫式部は結婚のため京都へ戻り、20歳以上年上の男性との年の差婚となった。翌999年、紫式部は娘藤原の献身をも受けた。しかし、夫との結婚生活は長くは続かなかった。夫は何人も愛人がいて僕一筋じゃなかったのは仕方ないとしても、結婚してたった3年で病死してしまったのだ。幼い娘を抱えて、これからどうやって暮らしていけばいいのだ。お先真っ暗、病んでしまいそうなのだ。し
かし、紫式部はこの苦境を乗り越えながら超大作で超傑作となる長編小説の執筆を始める。ムフフ、筆がガンガン進むのだ。源氏物語は濃厚恋愛劇をぶっ込んだぞ。家族や友人に読ませてみたらめちゃくちゃ面白いって言ってくれるし、話のネタもどんどん浮かんでくるぞ。当初、紫式部は源氏物語を小さく粗末な紙に書いていたそう。読みたいって人も増えてきたし、回し読みされてるみたいだから、ちょっと上質な紙に書いていくことにしよう。源氏物語は宮廷を舞台に繰り広げられる恋愛小説。その内容は当時、過激で色たっぷりだったため、異例の作風と、リアリティたっぷりな描写が特に宮廷の女性たちの間で人気を博し大ブレイクする。光源氏って才能あふれるイケメンがあれやこれや恋愛模様を繰り広げるのは女性受けがすごいな。好評すぎてちょっとビビってきてるのだ。ひらがなで書いたんだけど、和歌をたしなむ女性も増えてきたから、書物を読める割合も増えてきてるしな。最初は粗末な紙に書いてたのに、今や紙も装丁もグレードアップしてる。女性が目立つと良くないっていうし、今後がだいぶ心配になってきたぞ。うなぎ登りの評判となった源氏物語はとうとう一条天皇の目にも留まることとなった。おお、この源氏物語という小説はなんと面白い。これを書いたのは誰だ？紫式部という女性のようです。ふむ、紫式部かさご教養もあるものであろう。おそらく日本書紀も読み込んでおるぞ。続きが楽しみだわい。ふむ、一条天皇も気に入っておられるし、一条天皇に嫁いだ我が娘彰子の教育係にしてみてはどうだろう。より朝廷内での権力を強められるかもしれぬな。ふんふん、今日も源氏物語の続きを書こうっと。失礼、お主が紫式部かな？宮廷で幅を利かせてる藤原の道長様、こんなところに何用なのだ。お主が書いた源氏物語を読んでな。素晴らしい文才と学才だ。一条天皇も褒めておられ、続きを楽しみにしておるぞ。まさか天皇まで。恐れ多すぎてもはや恐怖なのだ。お主のような才女に、ぜひわしの娘彰子の教育係を頼みたい。明日より宮廷で仕えてくれ。頼んだぞ。陽キャがキャッキャフフする。陰キャには眩しすぎる場所、気が進まないな。まあ、言うな。宮廷といえば誰もが憧れる職場じゃぞ。こんなチャンスは二度とないかもしれないから、宮廷でしっかり働いておいで。ほら、源氏物語の話のネタも拾えるかもしれんし。ふむ、それはそう。行ってきます。話題を呼び大ブレイクした源氏物語と、一気に知名度が上がった紫式部。そんな彼女を待ち受けていたのは、宮廷で働く女性たちの嫉妬だった。ねえ見て、あの人よ、紫式部って。小説が書けますよって、ドヤ顔なんかしちゃってみっともないわね。女なのに勉強なんかして、いけすかないわね。藤原の道長様からも優遇されちゃって、いやらしいわ。やばい、思った以上に魔物の巣窟っぷりが深いぞ。仲良くしたくても宗師加藤を食らったのだ。父上が言った通り、賢い女ってこんなにいじめられてしまうものなのだ。ただでさえ乗り気でなかった紫式部は、華やかな宮廷の欲深い嫉妬の的となり、実家に逃げ帰って5ヶ月間も引きこもったと言われている。はあ、もう宮廷嫌だ。人に会いたくないし、あんな陰湿なとこに戻りたくないのだ。でも働かなきゃいけないし、源氏物語の続きを書くのにネタも欲しい。こうなったら、バカの振り作戦でいくのだ。彰子の教育係に復帰した紫式部は、ありのままの自分ではなく、全く無能でさえもないふりをしながら、女房の仕事復帰を果たした。と、この和歌の意味はこんな感じなのだ。うっふ、紫式部の教えはわかりやすいし、とても面白くて好きよ。えへへ、超越至極なのだ。おおう、やっとるか。父上、ごきげんよう。藤原の道長様、こんにちはなのだ。紫式部、源氏物語の続編も大盛況だな。ますますわしも鼻が高いわが、はっは。のびのびと書かせてくださる道長様のおかげなのだ。私も大ファンよ。えへへへ。どうせ、源氏物語の他にも紫式部日記なんてものを書いてみらんか？む、紫式部日記？お主のその教養と文才で、彰子と過ごす素晴らしい日々のことや、宮廷のことを日記に書いて、作品にするんじゃ。ふむふむ、それは、源氏物語とはまた違った作風なのだ。父上、名案だわ紫式部。ぜひ書いてみて、私も紫式部日記を読んでみたいわ。そうですか。照れますね。それじゃあ新年祭も書いてみるのだ。1008年の秋から1010年の正月にかけて、紫式部は宮廷の様子を綴った紫式部日記を執筆。日記と手紙で構成され、源氏物語の評判や女房たちの人物像などが記され、こちらも人気を集めた上に、後世において重要な歴史的資料ともなっている。
紫式部を彰子の女房につけたのは大正解じゃったな。他にも歌の才能に秀でた泉式部や伊勢の大夫も迎え入れて、わしの栄光を綴った映画物語も赤染衛門に書かせてみたら大好評じゃし。と、こういうのを構成でなんというのかの、あれじゃ、文芸サロンじゃ。わしが優秀な人材を集めて作った文芸サロンは一躍華麗できらびやかな女房の集まりというわけじゃ。ぬははは。正直言うと才色兼備な女房ばかりで陰家の僕は今も気遅れしてるんだけど、ネタにこと書かないから筆もスイスイなのだ。紫式部日記では泉式部についても書いたぞ。あの子、私生活はちょっとあれだけどめちゃ才能があるいい後輩なのだ。藤原の道長様の映画物語を書いた赤染衛門姉さんは才能がすごい、めちゃリスペクト。この熱いリスペクトの思いをそのまま綴ったのだ。一方、紫式部日記ではとある人物について書かれた悪評も話題となった。真ん中にはクソみたいな女房もいて、最たるのが清少なもんだな。明るく社交的で、文才もあって美人で宮廷のアイドルみたいな扱いだからって調子ぶっこいちゃってるのだ。枕草子、誤字ばっかでダメダメ、やたらとあれこれ感動しましたって、まさにミーハーな陽キャの書きそうなことなのだ。しかし、紫式部と清少納言は宮廷に仕えていた時期は重なっておらず、直接対面したことはないとされている。ことの発端を作ったのは清少納言だぞ。藤原の信孝って、紫式部って人の夫らしいけど、マジありえない。質素な服で行くべき神社参りにド派手なオレンジの服で来やがったわ。非常識だしダサいし、周りも呆れてたわよ。夫が亡くなったタイミングでこれを書くんだから、昭和の極みなのだ。清少納言が定子に仕え宮廷にいたのは993年から1001年にかけて、紫式部が彰子に仕えていたのは1005年から1012年にかけてとされている。まあ僕はわざわざ会わなくても清少納言は将来いいことなんかないってわかるのだ。面識がないにもかかわらず紫式部が痛烈に清少納言を批判したのは、背景にある藤原道長、藤原道隆の権力争いや、それぞれが仕えた定子と彰子の立ち位置、そして似たような境遇であり文学で注目を浴び比較されたことも関係していたのかもしれない。紫式部日記は書き終えたし、源氏物語も10年かけて完結したのだ。しかしまさか54条にもなるとは、筆が乗りまくりではロス。めちゃくちゃたくさんの人に読まれてるらしいし、ネタ見初めにもあったけど大好評で嬉しいのだ。20代半ばから書き始めて、気づけばもう30代半ばか。もう高齢者だし、宮廷使いも体力的に厳しいぞ。平安時代に活躍した女性たちの晩年は、明確な記録が残されていないことがほとんどである。前代未聞の長編恋愛小説を書き上げ大ブレイクした紫式部も例外ではない。一条天皇が没した後もしばらくは彰子に仕えていたらしいことは指摘されているが、晩年をどのように過ごし、どんなことを考えていたのか綴ったものもない。しかし千年の時を経てもなお彼女のお墓が京都に残存し、10年の月日と才能を費やして書いた源氏物語が世界中で今も愛され続けている。おしまい。